はい、おはようございます。時短節約家くっちゃんです。今日はですね、久しぶりにお弁当を作らなければならないので、ちょっとお弁当を作っていきたいと思います。もうちょっと早すぎて超ローペースなんですが、頑張っていきたいと思います。今日運動会なんですよ、中学の。下の子の野球の試合もめちゃくちゃ早くて、集合7時、おじぎやりってどういうことって感じなんですけど、とりあえず、元気出してやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。まだ洗い物とか全然残ってるんですけど、まずご飯を炊くところからいこう。あ、眠いね。よし、今日は何合炊こうか。5合だな。5。よし。洗っていきましょう。でもご飯は早炊きで29分で炊けるので、その間におかずを作ろうと思ってます。さあ、午後よし、これを早炊きモードでいきます。よし、29分。あ、こっからだぜ。じゃあ食べるかな。中学の運動会ってお茶どのくらいいるんだろう。今日はハッシュポテト、そして唐揚げ、下味して冷凍しておきました。そしてうちの定番、石井のお弁当くんミートボール。で、彩りブロッコリー。取っておきました。もうこんなんで十分ですよね。さあ、ちょっとね、お弁当箱を何にするかっていう。お弁当箱何にしよう。久しぶりすぎてさ、弁当なんて。アルミにしよう。これにおかずを入れて。で、あとおにぎりにしよう。で、水筒はでっかいの。いや、絶対ちょっと水筒足りないような気がするよな。どうしよう。水筒足りなくなったらお茶足していけばいい。とりあえず中学のこれで何とかいけるだろう。全然足りない気がするな。運動会と野球が重なるってちょっと困るね。足りないので急いで作ろう。で、急いで作るときはケトルでまずお湯沸かします。タイムリミットは29分。で、お弁当冷ます用の扇風機もこのまま置いておこう。ハッシュポテトを焼くところからいこう。で、唐揚げあげます。米油あったんですよ、ちょっとね、高いやつ。ちょっとお兄ちゃんアトピー体質なので、油もこだわってった方がいいんじゃないか説。米油で揚げていこうと思いますが、この前に片栗粉を入れてきます。お茶を作っておくのも最優先事項だわ。あ、この食べながらどうしよう。揚げ物するか。と言ってももうすぐこれパジャマ洗濯するか。別にいいんだけど。麦茶はここにお湯を、麦茶のパックに入れてね。これを注ぎます。で、置いとくとすごい濃い麦茶ができるので。これ置いておきます。そして私の白湯で揚げていきましょう。
揚げ焼きでいきます。なんでそんなにいっぱいになくて、これぐらい180度。でその間に揚げ、唐揚げ、もも肉1枚分です。パプリカ入れるか、米油でやってたらやっぱりサクッとしてて美味しいのかな。そうなんだろうね、初めて使うの。これでちょっと米油が美味しければ、ふるさと納税で米油を頼もうと思ってるんです。でちょっと火が温まるので、レタスピロンと一枚で、これだけレタス置いていきます。おしおし、ちょっとだけ火弱めます。まだまだ、あとちょっと、ちょっとかな、もうなんか火が強い。なんか全部くっついちゃって、なりたいね、フライパンなりたいね。ちょっとすごい焦げちゃって、やばい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 。米油ってなんだろう、ね、ちょっと今日失敗するわけにはいかないんだよ。今日はこれしかないの。海が強すぎちゃった。やばいやばい。このちっちゃいのは味見よう。これ。卵って結構さ、重要な役割だから。それにしてももうちょっとちっちゃく切ればよかった。もみこみでかいのに。もうちっちゃいやつはいいかな、これ。味見したいんで。で、こんなに唐揚げはいらないけど、結構おにぎりの具にしましょうっていう。なんかカラッとしてていいか。アグも抜かれる。もうこう。もう。自分で掃除したばっかりなのかな。この辺でこう。なんて入るかな。結構入るんだよ。おつ、おつ。こんな。ほい、唐揚げ揚がりました。チネハッシュポテト、これを詰めていきます。ちょっと消毒して、あんたで洗濯とか干せちゃう。で、ちょっと、よし。で、唐揚げちゃんを冷やさないとダメだね。扇風機。やつチェックしていくかな。
っちり撮ってました。おっこいちゃん。でかいけど。で、そう、ブロッコちゃん。マヨネーズが必要なんですよ、一応ね。ブロッコリーは。これラップ引いてます。これを入れます。ワゴン。止めて、つまようじ、ブロッコリーとかね、プツッて刺してピーってかけるといいよという。ただ入れても全然使わずに帰ってくることは多いです。チーンっていう音がきっとここでね。編集してくれると思うんだけど。さあ、唐揚げもだいぶ冷めてきたところで入れていきます。レタスね。で、唐揚げ何個かな。3個ぐらい入れたいな。でも一応お弁当ミートボールもあるかな。ちょっと入んないかな、そんなに。久しぶりだな、このちまちました作業。で、ここにミートボール。これね、温めずにもそのまま召し上がれます。このまま入れちゃう。4個ぐらい入るかな。で、この隙間にちょっとでかすぎるね。ちょっとトマトとか入れたかったな。唐揚げもう一個入れたいな。入るかな。もう唐揚げは入んないかな。切って入れるか。すまん。よし、いいでしょ、こんなんで安定。一旦ちょっと冷ましゾーンに行きつつ、スティックパン食べる？あれ聞いてる？パン食べる？ご飯もあるよ。これから朝ごはん作りに注意します。なんかヨーグルト良かったんだよな。コーヒーあったかいのでいい？
お湯。うん、あとはご飯だけだ。あ、ご飯炊けた。ゆうちゃんもできたんで、あっち。ほうじ茶できた。ちょっとこうやって。おにぎり。おにぎり何個今日？唐揚げおにぎりだけど、普通の2個ね。わかめじゃないんだ。わかなのかな。で、普通の2個。白ご飯、塩の塩。もうすごい。ちょっと冷ましましょう。ちょっと大きめです。わかめじゃないんだ。わかめ。あれ？これスプーン。あっち。最後、ゆかり。
そんなしつつ。ワンピースにしよう。完成です。はい、ということで土曜日の運動会の弁当作りと野球のおにぎり作りが完成しました。お疲れ様でした。それでは今日は応援と運動会観戦頑張っていきたいと思います。それでは。